こんにちは、ダイスです。今回は床窯でしんのすけお米を炊く体験をさせていただこうと思います。で、今田んぼに来てるんですが、こちらがしんのすけの苗が、穂が大きくなったところです。で、まだ実はついてなくて、この時期にしか見れない光景のしんのすけです。この後秋に向かっていくと、徐々に実がなってきて、美味しいしんのすけができる田んぼになります。お家でもしんのすけは食べるんですけど、ぬか釜で炊いたご飯っていうのを聞いたことがなかったので、今回体験させていただけるのがすごく楽しみです。ぬか釜のぬかはこの地方でいうところのもみ殻のことです。で、もみ殻はお米を買った後、玄米で保存するときに不要なものを取り除いてできるものになるんですが、ぬか釜でお米を炊くときにはそのもみ殻を原料に使うそうです。今回は一人ではできないので、教えていただきながら体験させていただこうと思います。今日ぬか釜の炊飯を体験させていただく阿部さんです。よろしくお願いします。お米を一升研がせてもらおうと思います。一升も研ぐのは初めてです。こんなに多く研ぐことないので緊張します。で大丈夫ですか。はい、最初捨てますよ。ささっと捨てますよ。捨てて、研ぎ終わりました。もみ殻を入れているところです。真ん中に火付けをして、徐々に周りのぬかを燃やして火を焚いていくそうです。で、今これで1時間ほど水につけたお米です。これからお水を手で測ろうと思います。ちゃんとできるか分からないですけど、やってみます。見てもらおうと思います。いいか、いや、ダメですか。水加減もできました。この辺にしました。はい、これでいい水加減ができました。あとは炊くところですね。はい、この中に、はい、これでいいですか。大丈夫、できた。釜を置き終わったので、これからご飯を炊くのが15分で、蒸らしで15分 で、はい、で全部で30分で炊き上がって食べられるようになるそうです。このまま待とうと思います。15分経ったんで、ここからまた15分蒸らしの時間になります。じゃあ動かします。30分経って OK ですか。 OK です。はい、ここに持ってよいしょ。わー、いい匂いがする。すごい白。これをじゃあこのしゃもじで、はい、切ります。切ります。切る、うん、こうでいいですか、はい、グッてやって大丈夫ですか。大丈夫、大丈夫、大丈夫。入るかな。来た。お米を移します。美味しい。はい、よかった。違いますね。味が違う。炊き上がったお米をおにぎりにしようと思います。で、塩おにぎりの塩は笹塚は流れのお塩です。では、やってみます。
そしたら手に先塩、塩つける、塩ちょっとつけ、塩ちょっとつける、はい、あんまり多くなくてね、それで、うん、で、キュッて取ってですか、いいです、しゃもじにも、しゃもじでじゃあちょっと取らせてもらって、はい、久々かこれ、こんな感じですかね、多いかな、あ、丸になったらどうしよう私が作ると小さいかもしれない、ちっちゃいですね、あなたの体にあるちっちゃくなってきます聞いてもらっておにぎりを食べてみたいと思います。いただきます。ふっくらもちもちで甘いです。おいしい。お家でもしんのすけって食べたことあるんですけど全然違います。味が甘さが引き立っていて本当に違いますね。びっくりしました。多分ぬか釜の炊いたお米だからこういう味になるんじゃないかなって思います。すごい、うん、美味しい。 いや粒がしっかりしているので一粒ずつが大きくて食べ応えがあるし甘さがしっかり残ってるし美味しいです。あとちょっと握るの失敗して脇の方が硬くなかった美味しい。ごちそうさまでしたしんのすけは粒の一つ一つが大きくてツヤがあってすごく甘くて美味しいお米です。私もペロッと3つ食べちゃいましたこの動画の概要欄にしんのすけのホームページの URL がありますので気になる方はそちらからチェックしてみてください。今回はしんのすけをぬか釜で炊いておにぎりにしていただきました。とても美味しかったです。貴重な体験ができてすごく楽しかったです。阿部さんありがとうございましたこの動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。 Twitter もやってます。概要欄の URL か大志チャンネルで検索フォローお待ちしております。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。See you!